整いました。5区を立て第8レースのスタート、3番車柏山京系、最内1番の戸田陽系、両者前取りへとマフは出ていきます。1番の戸田が誘導との距離を縮めていって、3番の柏山が2番手、2番の小林博一が3番手から位置を上げていきますか。さあまずは中四国勢が並びを前段整えていきそう。九州別線2つの連携、中段後方、この辺りが今のところ流動的ですが、2番の小林がバックを踏んで位置下げています。さあ5番の島川、6番の石丸上がってきまして、戸田と合流、中四国ラインが3車で前段並びを整えました。3番の柏山京慶が現在は中段4番手にいます。7番の小川健太上がっていって、福岡コンビが7番3番4、5番手に下がいまして、4番成松春樹、2番の小林博勝、下がり者が初手6、7番手の高校位置で一本棒です。2周回目のただいま2コーナーを回ります。さあ5番の島川雅樹が正攻法、先手有利の佐世保で上昇への弾みをつけたいところでしょう。マークする戸田にとりましても、島川の機動力、ここは好目標。6番の石丸博之、西九州連戦です。初日戸田に任せてついていきます。7番の小川健人が4番手、九州勢分かれて西国ブロックの3分線、前々を意識する組み立てから縦につなげる小川とのタックは3番の柏山、福岡リオサで柔軟位置です。3周回目、青葉周回入りました。1コーナーもあります。4番の成松は6番手、先場所地元戦予選は番手戦幕位を指しての1着でありました。一発の魅力があります成松に任せますは2番の小林博一、九州別線こちらも同県連携です。さあ2コーナーからバックへと向かっていく5番の島川が先頭位置。さあ後ろから動いていくか、まずはどうでしょう、後方位置の佐賀コンビがレースを動かしていくようです。さあ2センターから4コーナー、4番の成松がじわりじわりと小林連れて上昇です。さあ5番の島川どうする、突っ張ってしまうか、一旦車を下げるのか。4番の成松がイン切り、5番の島川比較的すんだり位置を下ろします。5マートまで引きました。7番の小川、3番の柏山、こちら福岡コンビがただいま3、4番手、7番の小川は前と車間を切って5番の島川を警戒しています。さあ金が入りました。佐賀コンビ2車前段、3コーナーから4コーナーかけまして、4番の成松は一気にピッチを上げていく、7番の小川も車間を詰めて3番手を確保、5番の島川が早めに巻き返していきます。さあ最終周回、早くも1コーナーで番手、さらには4番の成松に並んでいきます。1番の虎の三井走、6番の石丸は最高となっています。2コーナーからバック、さあ7番の小川健人が仕掛けて現在は3番手、5番の島川のロングスパート、1番の虎がピタリと続く、7番の小川は3番手までか、4コーナーから直線、5番の島川が起こしきったか、1番の虎も詰め寄りました。両者の争いです。第8レース SQ 予選3組目、1番の虎がどうでしょうか、5番の島川振り切っているか、際どくなりました。ゴール体勢です。リプレイ映像は最後のクライマックス、5番の島川雅樹が力強いかましまくり、ジャンヨンスパートからどうやら押し切っているようです。1番の戸田はわずかの差2着、ワンツー体勢の中四国勢、7番の小川健人3着、決定までしばらくお待ちください。第8レースでした。